どうも、おぎやはぎの矢作です。おはようございます。あ、ムカつくんだって。ムカつくの。何がよ。お前、そういうキャラクターじゃないじゃん、まず。おはようでーすみたいな。違うよ。なんでその、全くそういうキャラじゃないよ、俺は。違うよじゃないよ。普段言わない。違うんだったら、うん、ちゃんとやって。おぎやはぎの矢作です。何なのそれ、どういうことなの。いや、ラジオだからなんかこういうのがいいのかな、リスナー求めてんのかなっていうか、あ、そういうなんか不良な感じ、なんかいい感じで、だから普段俺は絶対こんなこと言わないけど、ああ、そのテレビとかとは違う自分をなんかラジオで見せようみたいな、そうそうそう、出したいっていうのが、あ、それは徐々に出していこうと思ってるのよ、まずちょっと悪い部分ね、そうそう、俺今までおぎの悪い部分って一回見たことないな。ああ、確かにそうだね、出したことないね、一回もないね、怒ったことがないじゃん、切れたことが、うん、人にないですね。だよね、だから悪いとこ一切見たことない、うん、でそれをだから徐々に出していこうと思って何出していくってない、まだ俺挨拶程度しか できないんだよね、まだその悪さっていう、お前ちってさ、この前初めて、うん、俺さ、はい、いまだにその雑誌の取材とかなんかいろんな取材をした時、ね、はい、大体あんな聞かれること一緒だからさ、うん、大体おぎここなんか言っててもはいはい聞いたことあるなっていう話が多いじゃん、うん、でどこのコンビもそうだと思うの、うん、最近やったことは違うよ、うん、だから昔のこのことを聞かれた時って、そうそう、芸人になると未だに初めて聞いたこといっぱいあるんだけどお前のなんか昔の話とかそうだった、うん、何なのあれえ、何、この前もちょっと聞いたのは、その大間、今ほら、うん、お前大間だって話で、うん、さあほら俺が聞いたことある話は、うん、お前と怒んないじゃん、うん、あと笑うのも下手じゃん、うん、なんかこう喜怒哀楽があんま、うん、で表情がないっていうのがあるじゃん、ね、うん、それでその理由っていうのが俺が知ってるのは、うん、兄貴がお前二人いるんだ、あ、はいはい、男三兄弟で、それで確かあれは小さい頃、うん、まだ5歳か6歳ぐらいの時かな、うん、ね、兄貴二人にすごいくすぐられたんだよな、はい、もう歯がいじめされてね、歯がいじめされてな、それでお前がやめろやめろって言うと、そう、もう、ま、さらに来るんだよな、そう、どんどん来るのよな、うん、嬉しくて、そうで、お前そこで考えたんだよな、そう、自分が表情を捨てれば、うん、兄貴たちは何もしなくなると、そう、リアクションさえしなければそう、絶対手出してこない、手出してこないと、うん、そっからお前はあれだろ、感情を捨てたんだろ、そう、感情を捨てたっていうか、まあ、あの時は笑いを捨て、笑顔を捨てた、ね、笑顔を捨てたんだよな、うん、で、その話してたの、はい、だから、僕はあんまり怒んないとか、うん、笑顔っていうか、表情があんまないんですみたいな、うん、人はこの前言ってたけど、うん、お前っちっていうのは、うん、誰も喧嘩したことがないんだって、これこの前取材で初めて聞いたんだけどいや、だって信じられないよ、だってお父さんお母さんいて、うん、お兄ちゃん2人いて、お前で5人兄弟、5人兄弟です、あ、5人兄弟じゃねえ、5人家族、家族でしょ、うん、はい、で、大体男3兄弟なんつったら喧嘩するイメージがあるじゃん、いや、怒ってんの見たことないんでしょ、ないないない、全くない、誰かが誰かを怒らないね、何なのそれ、いや、何なのっつって、そんな家ないよ、そういうふうにやっぱ生活してたから俺は普通だと思ってたよ、恩和なの、恩和だって、俺さ、もう高校卒業して、うん、まあ免許取ってさ、うん、そしたらもう兄貴が俺に車を買い与えてくれたりしてるわけよ、そういう家よ、ああそうだ、お前何乗りたいとか言われて、俺が、はい、まあ外車の何々乗りたいって言うと、ああ、じゃあそれ買おうかみたいな、うん、そういうもう兄弟愛がすごい、いや兄弟愛すごいけど、怒ったり、うん、ほらちっちゃい時だったらさ、何かしらで喧嘩ってあんじゃんの、しょうもないことで、それないの、全くない、誰が偉いの、じゃあ誰が偉い、一番上が偉いのか、うん、ああ嫌なことされたことないの、だくすぐられた時だけよそれだけよ、でもそんなことするじゃんってことは、怒ることもあってもおかしくないじゃん、うん、いやー、くすぐんのはだって笑顔が見たいからくすぐったわけでしょ、それは。え、親が、だ、じゃあ親は、親はもう全然そんな怒らないね。じゃあ親同士が、お母さんとお父さん喧嘩とかしてるん、それない。夫婦喧嘩がまず、見たことないね。俺今思い出した怒られたこと、お父さんに怒られたことある。何？俺ね、違う時、塾サボったの。うん。そういう時にね、バレたの、塾側から。通報が入ったんだ。そう、最近来てないと。うん。で、俺ずっとゲーセンしたのよ。うん。まあそういう時期あるじゃん。なんかね、中学時代。うん。それ、俺、その、通報が行ってことも知らずに、うん、その塾が終わった後ぐらいに俺家帰ったの。うん。で、まあ普通に俺塾から帰ってきたような感じで、うん、ただいま、明日家帰った時に、うん、親父が木刀持ってて、うん、木刀で俺、ガンガン殴られてたの。ほんと、もうすごいよ、木刀。
極端ものすごい殴られて、でお母さんが仲裁に入って、もうやめて死んじゃう、ひろあき死んじゃうって俺の上にこう覆いかぶさってきて、それでもガンガンこうなんか俺を殴られて、怖いよもう普段怒んないのに怒った時木刀なの、木刀極端だな、それ思い出したわ、それ忘れてたわ、俺多分トラウマなんだよ自分の、ものすごいんだよ木刀の硬さ、本当のあのあれよ、よく、いや硬いよ木刀、すごい硬いやつ、しないじゃないんだろ、だってしないじゃない、木刀ガンガンだよ、もう骨折れるかっていうぐらいの、嘘で本当だって、お母さん本当死んじゃうと思って泣きながら俺の上に覆いかぶさったんだもん、あそうあったわ、それだけ、あ今思い出したわ、今まで怒られたのそれだけ多分俺それがすごい嫌で忘れてたと思う、今までずっとそれ、ああもうトラウマになる、今ヤギが思い出させたんだよ俺の、そんな追い詰めるから、お前も僕と怖くなっちゃうな、じゃあそうだよ僕と怖いわ、それも初めて聞いたもんな、すっごいよ、すっごいな、じゃあ兄貴とかもじゃあほんとそれぐらいだ、そうだね、兄貴とかもないね、てかそっちはさ、ほらお姉ちゃんとかでしょ、お姉ちゃんってほらそういうの喧嘩ってよく分かるよ、そういうのあるって、うちの姉ちゃんがもうひどいもん、まったんおかしいからさ、うん、もうでしょ、気性がもう荒くて、うん、あんまダメね、ダメな姉ちゃんじゃん、そうそう俺もムカついてしょうがなかったから、まあ、俺前も話したことあるかもしれないけど、うん、もう腹が立つんだよ、なんか全てに、あなんかもう外面も良かったりするわけ、はいはいはい、家とかでさ、ね、なんかもう汚い部屋も汚いしさ、言葉遣いも悪いのにさ、なんかこう男から電話かかってくると、すごいこう可愛い声出すわけよ、そういうのもすげえ腹立ってさ、もうそれも中学校ぐらいからそうだから、うん、なんか変なんだよ。だからその女兄弟だとやっぱそういうの分かるよ、うざいとかなってムカついたりするのはあるけど、男同士ってないんじゃないかな、俺分かんねえけど、あそう、他もそんなムカついたことがないもん、兄貴とかに、俺も姉ちゃん大嫌いだっただからもうほらデートの時につけてさ、はいはい、俺小学生の時、あのすごい威力のあの水鉄砲を持って待ち合わせ場所に着いた瞬間ビショビショにしちゃったんだから、いやなすげえ怒られたんだから、まあそれ怒るよ、それは早いし、俺全くそういうの興味なかったね、兄貴が何するとかもう何も、あそう、うん、へえ、だから多分そういう家庭環境にいるからだと思うんだよね、あ怒ったりしないのは、あー、おぎがね、うん、あんまそういう笑顔が苦手とかはそれくすぐられてる、あー、ただ笑顔は捨てたんだもん、捨てたんだ、あれが、じゃあ怒る、じゃあ怒るのもしないや、うん、で喜怒哀楽、まあっていうとさ、あと悲しいとか、うん、喜怒だから喜ぶはまあ笑顔か、うん、喜怒哀楽、うん、喜と楽って似てんな、まあ一緒だよね、うん、ほぼね、うん、よく考えたら、うん、喜怒哀でいいのか、うん、悲しむことはあるの、感動はするの、悲しむはね、俺まず人前で泣いたことがないに等しいの、おぎが泣いたの見たことないね、ないでしょ、うん、ない、どんなことあっても泣かない、おぎが泣いたのとおぎが寝たのは見たことないね確かに寝ることもあんまないですよ人前で、お前はもう絶対に昔のライブとかやるときに夜中ずーっと稽古場にいて、うん、で、ね、あまりにも眠くなって、うん、徹夜だからって言って、うん、俺とかしょっちゅう稽古場寝てて、やっぱ眠くなるからおぎも寝るじゃない、うん、だおぎ寝てんだと思って、おぎって言うと、何って絶対言うもん。絶対言う。おい、おぎって言うと、どんなに寝てると思っても何って言うもんな。そうなのよ。寝ないのよ。なあ。人前じゃ寝ないのよ。そうだな。寝てるふりはするけど。ふりするといろんな俺の話題が出てくるからさ。楽しくしょうがないじゃん。だけどお前寝て、うん、どうせ寝てないの知ってるから、うん、わざと、あれだぞ。褒めたりしてんの。わざと褒めてんな。すげえ嬉しくてさ。いないとこで褒めてんのって、だって絶対。一番だよ。本当のことじゃん。一番だよ。そう、だから寝たふりいつもしてたの。あ、そう。泣くはね、俺、あの、高校3年の時に、一回だけ人前で泣いたことある。もう、それ一回だね、人前で泣いたことあるなんて。あ、そう。俺、親父にだって泣くやときも、まあ、一切泣いてない。泣いてないし。それはね、高校のとこ3年の時はサッカーで負けて、最後の、うん、部活の大会の。もう終わり、最後の大会。そう、最後の大会で。3年生の。うん。それ負けたらもう部活を卒業しなきゃいけないっていう。はい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 、ね、そう、最後の大会で、
もう接戦だったのよ、うん、1対1かなんかで、うん、でも延長戦もあって、うん、でそれも決着つかないで、うん、でPK 合戦になるわけ、うん、ね、うん、でそこでまあ俺大体まあいつも俺5人目のキッカーなのよ、うん、重要なとこだね、一番重要なところの、うん、プレッシャーかかるところだね、そう、まあそこまでノーミスで来られて俺5人目で、おで俺もまあ入れたわけよ、おで今度その当時はサドンデスっつってまあ、おうおう、あのどっちか外すか決めるまでね、決まるまでずっとやってくれた、そうそう、で8人ぐらいまで行ったの、うん、で9人目かな、うん、9人目で途中から出てきた1年生がいるわけ、うん、3年の大会で1年生出るってまあすごいんだけど、まあすごいよね、まあ1年生だから途中から出てきた、また、ね、後半の残りに出てきたから、うん、緊張してるのちょっと、うん、また最後の大会って分かってるし、うん、もうガクガクなのよ足とか、まあそこまで普通 PK 行くと思わないから、普通蹴らないような人だもんね、そうそうそう、そこで蹴る人ってね、そうだからもう順番が回ってきちゃったから、うん、でそいつが PK のとこ行ってボールを蹴るときに、うん、地面蹴っちゃってボールがゴールまで行かなかったの、コト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 っつって、おおで行ってててててって言ってんだよ、地面蹴って行ってててててって、ムカつくじゃん人のさ、最後の大会の PK 合戦でさ、入れれば勝ち上がっていくのにさ、行ってててててってつったよ、地面蹴ってボール蹴らないで、ああその時もううわーってなって、もう泣き始めて、俺もう悔しくてわけわかんなくて、もうそれ悔しいな、悔しで俺もうあのセンターサークルってあのグランドの真ん中、 あそこまで俺あのあそこの上でもう大の字になって寝て、うん、仰向けでワンワン泣いたの、嘘誰も迎えに来ねえの中田みたいじゃん、中田はなんか来たじゃん、ちょっとこうコーチでも中田もあの辺で泣いてたろ、センターサークルのあたりで、うん、ちょっとまあね俺に似たとこあるからね、まあ、うんそう俺もずっとこう泣いて、あそう、あれが初めて、まあ、最後だね。それすごい熱い話だね、でもね。やっぱね。部活っていうのはいいんだね。部活はやっぱいいですよ。こんなにこう表情してた人でもそういう気持ちにさせるんだもんね。うん。いいね。いいですよ、部活は。うーん。そのぐらいだね。あとはまあ映画とか見て、一人で泣いてるぐらいだね。あ、映画普通に泣くんだ。映画は泣く。あ、まあもう、映画は絶対よ。確かに、帯はね、だからそういうのも、いまだに知らないことがたくさんあるからさ、わからないんだけどもね。そうでしょう。あ、まあまあ、あれだけどもさ、うん、どうでした休みはどこ、休み、ね、まあ、この間あったね、土日とかあったね。この前休みがあって、はいはい、やっぱり旅行に行くっつって、うん、俺も旅行に行くっつって。そうよ、俺はあれよ、世界遺産ツアーよ。今偶然にも俺は世界遺産を見たけど、ね、あ、行ったのそっちに。俺ら沖縄行ったから、あー首里城ね、沖縄ね、はいはいはい、首里城世界遺産ですから、はい、いや分かった、知ってますか、行ったことあるもん、だって行ってますよ、俺はあんまりあれだったけど、来たみたいな感じになってなってる行ってますよ、忍びで俺、あ、行ってんの、首里城行ってますよ、じゃあ中入った、中ってどういうこと、え、首里城の中は入ってる、入ってるよ、あのお金払って入るとこでしょ、そうだよ、入ってる。あ、なんか入って、何いや、もっとなんか、あんのかなと思った、その、なんか、首里城の、首里城の中入ったっつっても、敷地のなんか。いや、そうよ、中にこの、ね、あれでしょ、いろんな、おね、行った行った。うん。俺だって去年、あ、今年正月行ったもん。あ、そう。正月明けか。へ、あの、つかっちゃん、ドランクのつかっちゃんと、ゼロさんの飯塚さん。ああ、そうなんだ。かくちゃん。ああ。あと、しばっちょ、アンタッチブル。それでみんなで行ったよ、首里城。あ、そうなんだ。うん。そんなにだろ。え？そんなにだろ、あれ。あの世界遺産。いや、結構俺は、全然知らないから、その首里城のことを。首里城、うん、俺、首里城のことを、一番知らないと思うんだ。いや、俺も知らなかったけどね、首里城っていう。まあ、ものは知ってんだけど。まず、うん、壁？はいはい、壁、ね。壁でちょっと、お、かっこいいと思った。なんか、要塞みたいで。はいはい、壁ね。うん。なんか、うん、日本のお城の横の壁と違うじゃん。まあ、琉球時代のやつだからね。そうそうそう。うん、だから、ちょっとおおっと思って、中入っていったら、その、日本のお城じゃないから、うん、やっぱ、こっちはさ、うん、ちょっと、どんなもんか知らないけど、もう中国じゃんと思ったから、うん、ちょっとよかったよ、俺。ああ、そう。うん。でもその、なんか背景がよくわかんないでしょ、ああいう。やっぱ世界遺産ってやっぱその、時代、うん、なんか歴史を知ってないと面白くないでしょ。わかる。そうなんだよ。なんかそんなさ、なんかほら日本の有名な人じゃないじゃん、その首里城、そうなの、全然出てこないじゃん、出てこないんだよ、なんかそれになんか書いてあるもの読んでもさ、知ってる人の名前が、うん、あれやだよね、
わかる。で、江戸にちょっとこう、ね、うん、行った江戸に行く行列のとか書いたんだけど、うん、なんかさ、それもよくわかんない。なんなんだあれ、うん。ちゃんと詳しい人と行かないとダメだな。そうそうそう、そうなのよ。あれは。そう。首里城は。首里城は面白くないんだよな。俺はなんか、全然だったなぁ。え、あれ行った？美ら海水族館。行った行った。それもその5人で行った。どうだった？どうだった？うん。どうだったって、うん、そんな面白くないね。面白くないよ、あれは。そうか。あれ何、何あれでしょ、なんだっけ、なんとかザメでしょ、あの、ジンベエザメ。ジンベエザメが有名なだけでしょ。ていうか、あの、世界最大の、要は、あ、水槽、水槽なんだよね。あの、見る面のガラスが、でかいんだよ、うん、あれがでかいんだよ。あの、スクリーン、大型スクリーンってことよ。うん、わかるわかる。あれがこの迫力あるっていう。うん、でもそんなんだよなぁ、あれも。やっぱそう？だからまあもう俺もその、なんていうか。そうでしょ？沖縄ってそうなん、なんかね。なんか俺もね、沖縄行ってさ、うん、で、坂さんいるじゃん。はい、坂さんね。うん、坂さんっていう、まあこれ、昔お世話になった、昔テレビのことやってて、うん、もうそのテレビに、のね、あれはプロデューサーとかやってた人ね。そうですね。はい。なんだけど、もうテレビが嫌で、うん、沖縄に逃げた人がいいんだよね。はい、沖縄逃げて、今、住み込んでる人ね、うん。そうそうそう、もう何年前に。で、はい、坂さんに、いや、久しぶりに会いたいなと思って、うん、電話したら繋がったんだけどさ、うん、いまいちなんか、今ちょっと犬が逃げちゃって探してんだよとか。あんなに俺らのことを可愛がってたのに？いまいち、俺に会いたそうじゃねえんだよ。あ、そう。だって、何年ぶりかの電話でしょ？そうなんだよ。で、沖縄に来てんでしょ？そうだよ。なのに、うん、じゃあ、最初にまず電話した時からちょっと怪しかったの、前の日電話したの。うん、明日は沖縄行くんですよ、みたいな。はい、まあ、こっちはテンション上がって言うよね。そうそうそう。坂さん久々に。そうなんだよ。うん、だから、坂さんに、会いに行こうかなと思って、とか、そしたら、おー、マジでとか。あ、その時はそう言ってくれたの。うん、じゃあ明日は行きますよ、そう。わかった。じゃあ、時間あったらさ、お互いの時間があったらおっか、みたいな言い方なの。その言い方でちょっと避けられてるよな。おかしいおかしい、それは。お互いの時間があったらってちょっと言わないよな、あんまな。言わない。それちょっと、うざい女からで上がってきた感じだよね。そうだよな。で、俺、あれってちょっとおかしいなと思ったわけ。で、ついて、一応電話したんだよ。ついてちょっと夜か。そしたら、あ、昼。そしたら犬が逃げちゃって、今犬探してるから、とかって言うから、あ、そうっすか。いや、もう、わかんないけど、この辺にいいんですけど、こっから坂さんのところでどれぐらい行けるんですか？いや、車だったら15分でこれ、15分ぐらいでこれっかなとか言うから、あ、じゃあ行こうかなとか言ったら、いや、ちょっと今犬探してるからちょっと無理かなとか言ったら、なんでそれ？あ、そうですか。つって切ってさ、ちょっと夜も電話しづらくなっちゃってさ、しなかったわけ。で、次の日も電話したわけ。一応。まあね、はい。一応しますよね、そう。そしたらなんかね、T シャツを作ってるのかな？今。はい。うん。T シャツかな、自分のデザイン、ね。デザインかな、うん、まあ、それのなんかこう、締め切りが閉まってるというか、なんだよ、T シャツのデザインの締め切りって。沖縄にそんなんねえだろ。わ、うん、かんないけど、なんか、まあね、ちょっとそんな理由をつけてくるわけ。はいはい。で、俺も、なんかちょっと言いづらいんだよ。うん。で、結局会わないの？会ってないんだよ、だから。あら、坂さんと。そうだよ。あんなに仲良かった。だからなんかおかしいんだよね。ああ、そう。何でなんだろう。なんかあるんですよ。隠してるんですよ。なんか沖縄で。なんか隠してる、なんか隠し持ってんだよ。なんか隠しっていうか。会えない理由があるんだよな。とんでもねえ、不細工な女と結婚してたりとか。ああ、そっか。多分それで会えないんだよ。言えないんだよ。そっか。うん、あの人ら東京にいるときはなんか、ほら、かっこいい感じがさ。いや、かっこよかったもん。もう、センスがあったじゃん。何、何でも。おしゃれなね。感じで、で、また顔もいいんだよね、なんかね。もう、ブルース・ウィルスみたいな。ブルース・ウィルスみたいな感じで、ラガーマンみたいな体格で。そうそうそう。いい感じのね。うん。で、優しいんだよね。そう。で、なんかほら、いい女とか連れてるのが似合う人じゃん。そうだった。多分、そういう風な姿やっぱ見てた、見せてた分は、沖縄でとんでもねえやつとやっぱ、結婚してんだよ。あ、そう。見せれねえんだよ。そういう。あ、そう。落ちた自分を。そう、多分。だってそうじゃなきゃ合わない理由はないよ。合わない理由ないんで、だから俺もそれちょっとだけ心にこの、寂しさを持ちながら帰ってきたんだよね、俺。あ、でも、あれかもしんないよ。ほら、俺らのさ、高校の時のさ、鹿獣っていたじゃん。うん。あいつがさ、やっぱ俺ら遊んでたで、一緒に女の、まあ、鹿獣と女らでさ。うん、鹿獣ね。で、ほら、そいつ不細工だからすげえ、
いじって遊んでたじゃん、俺ら。長州にそっくりやな。そうそうそう、うん、女なのにさ。そうそう。やっぱそいつも、あれだもん、やっぱ、沖縄に逃げて、うん、逃げたっていうか、まぁ、ちょっとこう、うん、誰もいない、自分を知らないとこに行って、うん、全部整形してたからね、顔。そっからやっぱ、会わないようにしたもん。あ、そう。俺が連絡しても、いや、ちょっと今日は忙しいんだ、とか、そういうふうに言って断ってたから、さも、坂さんも、多分整形せんだよ。いや、坂さん整形おかしいけど、坂さんはそういうんじゃないんだよ、別に。整形だよ、整形する。いや、俺なんか一瞬思ったのが、うん、坂さんで東京にいた時は、うん、行ってもその、羽振りの椅子だったじゃん。まあ、よかったね。でしょ、はい、で、先輩じゃん。先輩ですね。だから、もしかすると、沖縄なんかお金ないと思うんだよ、あの人。俺が行ったら、飯とかさ、坂さんさ、絶対出したいじゃん。そっか。俺に。うん。いいよ、おるよ、みたいな感じでさ、うん、来たんだから、店とか連れてくれるような人じゃん。まあね。で、もしかしたら、お金がなくて、うん、で、俺が出すわけにもいかないみたいな感じじゃん。多分。うん、まあね。俺出しますよ、みたいな感じでもちょっと失礼な感じじゃん。失礼、失礼。でしょ、うん、でも、浅香さんって別にそういう人じゃないじゃん。うん、お金が、とかさ。そう、そういうのを気にしない。心の綺麗な人じゃん。そうそうそう。うん、だけど、ちょっとそういうの気にしたのかなとかさ、いろいろ考えちゃってさ。あー、あるかなー。そう。でもほら、マッコイさん。うん。マッコイさんの先輩でもあるじゃん、坂さんって。うん。で、マッコイさんが沖縄行った時に坂さんのとこ行って、うん、会ったわけでしょ前聞いたけどさ。会って、で、なんか耐えましょうよ、みたいな、マッコイさんが言ったら、坂さんが、うん、おーっつって、海にそのまま飛び込んで、貝とか取ってきて。そうだって。そうだ、すげえかっこいいことしてくれた。かっこいいことしてくれたって言ってたよ。そういう貝とかなんか。だから飛び込んで取ってくるぐらいの、元気はなかったんじゃない？ああ、まあ。そうなのかな。だから結果、その心が、連絡しづらいな。そう、その心残りがあって、うん、沖縄はそんなに楽しめなかったんだよ、俺。ああ、でも確かそれちょっと傷つくわ。なんか、俺ショックだわ、それ。だろ、うん、ちょっとショックな話を今。ちょっとしちゃったな。俺今度沖縄行ったら電話しようと思ってたぐらいだもん。だってしてちょっとだってなんかやだもん、そんなような扱いされたら。えやだなぁ、なんか。あ、まあラジオでほらそんなに話すような内容じゃないと思うんだけどさ、ね、坂さんの、うん、坂さんが聞いててくれねえかなと思って沖縄とかこれ、あ、沖縄も聞けるんだね。沖縄聞けるの？聞けるんだ、すごいね。でも坂さん、ね、聞かないな。聞かない人ですよ、あの人は。うん。お前どこ行ったの？俺はもうね、奈良とか行ってますよ。やっぱ世界遺産の宝庫ですよ。あの、アスカデラって知って、知らないでしょ。知らないでしょ、アスカデラ。アスカデラ。日本最古の寺よ。最古？最古。へぇ。俺も知らなかったんだけど。すごいじゃん。日本最古の寺ってすごいじゃん。すごいよ。それがあって、もう、聖徳太子。うん。あの辺が建てたのかな？よくわかんねえんだけど、俺も。ちゃんと蘇我のイルカ、うん、だっけ？うん。が、その、なんかの、殺害された場所かなんかの近くで。近く？違う、なんかよくわかんないんですけどね、俺も。まあ、とにかく、お地蔵さん、大仏か、あれ。うん、大仏なんて。お前、本当に見ただけだよな。全然なんかそれの細かいとこがさ、うん、見たんだよな。見ただけなんだよ。でも見たけど。ひらみぐらいなんだろ？いや、ちゃんと見たよ。ちゃんと見て、ちゃんと、うんうんうん。で、ちゃんとお坊さんがね、教えてくれんのよ。うん、説明してくれんの、俺とかに。うん、この大仏、うん。その最古の大仏で、アスカ時代の大仏で、うん、アスカ時代は、こう、オムナガなんですよ、とか言って、顔が。で、その後からは、みんな丸い顔になってると、今までによくある、法隆、ああ、東大寺か。うん、大仏とか。うん、まあ、そこ行ったり、まあ、法隆寺、東大寺って。ああ、まあ、その辺は。でも、そこはもう、修学旅行生が多くて。ああ、きついな。きつかったわ、もう。やっぱバレちゃうんでしょ？うん。うん。一人にバレると、もう。もうやばいね。あの人たちたくさんいるから、ギャーギャー言うのよ、なんか大きい声で。そう。ずっと追いかけてくんの。わかるわかる。あそこ修学旅行生にバレたもんビートルズですよ、俺たち。そうそう。ビートルズだよ、マジで。完全にビートルズになっちゃうから。もう、辛かった。うん。ずーっとだよ。ずーっと、いや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 言って、ずーっと囲まれて、写真とか撮られて、うん、なんかやれなんかやれとか言われて。あ、もう、なんか、もう、立ち悪いんだよね、男の子とかさ。うんうん、で、女の子がさ、まあ中にはさ、うん、なんか、かわいそう、もうかわいそうだよとか言ってんの。それ聞くのがまたなんか辛いの。俺すげえなんか哀れてんなと思って。で、まあ、そういう、まあ、そういうのやめよう。もうそういうなんか、早く出ようってなって、法隆寺、東大寺とか有名どころは、うんうん。でね、その隣にね、春日
大社。うん。それもね、世界遺産なんですけど。ほー。あるんですよ、春日大社って。すごいね、全然聞いたことないもんだって俺。でしょ？もしかしたらその、すごい有名なのかもしれない。ものすごい有名なんですよ。春日大社知ってる？あ、知ってんの？知ってるでしょ、大倉だったら。大倉知ってんの？有名ですよ、春日大社。黙ってっから知らないこと思って。春日大社に行った時にね、うん、うちの奥さんがね、うん、最近うちの奥さんがね、うん、パワーとかそういう言葉を使い出すのね。なんかね、まあ法隆寺の時もまあすごいパワーがここはあるとか言ってて。パワーって言葉を使い出すのね。使い出すようになってきたわけ、うんうん、で春日大社のね門をねこうくぐってあたりからね、うん、なんかこうああもうすごいパワーだこうっつってなんかもう耳が痛くなったりとか、うん、ここはすごいここはすごいとかすごい言うわけ、うん、でちょっと具合悪そうな感じになって、うん、でまあでもそんななんかこうあそうだねパワーあるねみたいな俺もちょっと話し合わせて、うん、でそのままこう帰ってきたわけですよ、うんでまあ東京に帰ってきて、うん、ちょっとこう寝るときにね、うん、まああのうちの寝室ダブルベッドなんですけども、うん、その奥さん側のね、うん、側の方のにもなんかこう の方のその本を置く台があるのそのサイドテーブル的なあの台の方ちょっと俺一人でこう最初寝てるときに、うん、そっちの方ちょっとこう見たのよ、うん、台したらねあの雑誌があってね、うん、その雑誌のタイトルが、うんパワースポット神社っていうね、なんか雑誌なの。ん待てよと思って。あらとあらとんなんだこれと思って、こう見ていったら、ただもう全国のパワースポット神社があるの、なんか。まあ磁場がすごいのかわかんないけどなって。で、奈良県を見たら、春日大社が。調査済みだ妖怪だ妖怪のような顔になってる妖怪だよ妖怪のような顔になっていってるよとかすげえ実況してくれるの俺ならできる俺ならできる俺なら俺なーら俺なーらなーらのスーポンチメールが1通ラジオネームサトピー、うん、坂さんは、うん、おぎやはぎの T シャツを勝手に作って売ってるんじゃないでしょうかだからこれ会えねえそういう人じゃないそういう人じゃないんだよ、うん、違うあまあ会えない理由としてはすごいなんかまあついづま合ってるよねついづま合うけどね、うんそういう人じゃないんだよやだショックだな、うん、ショックだよだから会えないみたいになったら、うん文句言えないな、でも俺、坂さんだったら。いや、文句言えない。別にいいよ、いいですよってなっちゃう。なっちゃう。うん。俺さ、ちょっと急に思い出したんだけどさ、はい。最近連続であったからちょっと気になってんだけどさ、うん。自分の名前あんじゃん。矢作。矢作。うん。これ、領収書もらうときにさ、うん。まあ、全員そうだと思うんだけど、うん。説明の仕方だったんじゃん。あるある。俺いつも矢作はどういった感じですかって時、うん、弓矢の矢に作文の作で矢作って書いて矢作って読みますって言ったりで言うの、うん、みんな一緒だと思うんだけど、うん、それさ弓矢の矢にって言うからいけないのかもしれないけどさ、うん、弓って書くやついいんだよ、うん、あ 弓作っつって、はいはいはい、矢つってんのにああでもわかるなんかその間違いは弓矢って言われると弓になっちゃうかも、うん、だろ、うん、なんかいやだから俺さちょっとあとなんて言うんだろうまあそれは単純に今2回連続ちょっと間違えたらおかしいなと思ってそれまではうまくいってたんだけど、うん、これお前なんて言う小木は俺小さい木だよあ小さい木でって言う俺さちょっとかっこ悪いなと思っちゃったんだよね自分でなんか弓矢の矢に最後の作、ねうん、だからすげえかっこいい言い方ねえかなってちょっと今自分で考えてるわけ、はいはい、なんか強引矢のごとしの矢にとか、うん、はいはい、うんだから弓矢の矢ってかっこ悪いもんね。弓矢の矢に作文の作でしょそう。全然なんかまとまって、なんかね、統一性がないしね。なんか嫌でしょうん。で、お前の小木もさ、小さい木です。うん、ちょっとかっこ悪いだろ。ちょっとなんか恥ずかしいとこある。そうだろ、うん、だから俺ちょっと思ったのが、うん、俺のその名前の弓矢の矢に作文の作、はいうん、これの超かっこいい説明の仕方っていうのを募集しようと思ってずるいなぁ小木も頼むわじゃあ小木も欲しい、うん、小さい木でね小さい木以外のやつで嫌、うん、でちょっと考えたら嫌でかっこいいことをしたら俺の中で婚姻嫌のことしなんだよもうまあ出てくるねそれねでしょ、うん、戦国武将の放った矢が相手の額を捉えた
のヤニのヤニとか、なんかそういう超かっこいいやつ欲しいの。それ俺本当にかっこいいのくれたら俺これからそれで使うから。お前も小さい木って嫌だろ。ちょっと やっぱ嫌だったよそれは。だろ、うん、だから俺の名前のかっこいい、うん、説明の仕方を今日は募集、ね、おぎもね、うん、もね、はい、うん、募集します。ファックス番号東京03-5562-9540、メールアドレスはメガネアットマーク tbs.co.jp、 こちらまでどんどん送ってください、うんうん。さあそして、はい、今日、募集しました、はい、ファックスメール小木と矢作の、はい、まあ、領収書をもらう時の、うん、かっこいい名前の説明の仕方ですかね、うん、はい。まあ、よしよっていうか、電話とかでね、よくお名前はとか言われるとき、ね、漢字どうですかとか言われてね。はい、ね、うん。ラジオネーム、天空の宅急便さんからです。うん、お前のハートを打ち抜く矢で、恋を作っていくと書いて、矢作というのはどうですか。お前のハートを打ち抜く矢で、恋を作っていくと書いて、矢作というのはどうですか。聞いた人どこの部分取っていいけど分からないよねこれね。こうそれで矢とその作るのとこちょっと強調していってみて、俺が分かりやすいね。おじさん、領収書お名前は、はい、何さんですか。いいですか。お前のハートを打ち抜く矢で恋を作っていくと書いて、作ってるよ普通じゃ、作っていくは難しいな、さらっと言っちゃってる、ね、お前のハートを打ち抜く矢で恋を作っていくと書いて矢作というのはどうですか。どうですかまで俺に言っちゃうと、どうですかまで言っちゃうとね、どうですかまで俺に言っちゃうと、うん、でもそれ好き、ね、でも他にも漢字があるからな、恋とかなんかね、書くとか、うん、そういうの難しいよね、うん、うん、それいいじゃん、うん、あとラジオネーム RS7、うん、あ、これいいよすごい、うん、お前気に入ると思うよ、うん、ラジオネーム RS7、はい、小さい時に、うん、木刀で叩かれた小木です。これうまいな。そんなエピソード言いたくないよね。知らない人に。だって事実じゃん。事実だけど。なんかそんな言いたくないよ、そんなこと。これ一番いいよ。事実言うのやだよ。これ一番いいって。店員さんに。名前を、小木さんですか？なるでしょ。小木っていうのは、小さい時に木刀で叩かれた小木です。これ一番いい。これはもうメガネシールです。そう？うん、これいいよ。なんかやだなぁ、自分のエピソード言うの。それ絶対使えよ。ああ。これ決まったんだから、まあね。お前これ決まったら使わなきゃいけないルールだぞ。まだ決まったとは分からない。まだこれからもありますから。いや、俺が気に入ってたらもう使わなきゃいけないルールだからね。ちゃんとやるからね。ダット持ってってコンビニで領収書もらう。コンビニで領収書もらってるのちゃんと録音してもらわなきゃいけないのやるからね。これ言いたくねえなぁ。ダメだ言わないと。うん。